つぼいのつぼです。帰ってきたコンさんからいただいておりますが、12日の午後、兵庫県高砂市の山陽電鉄の踏切で特急電車がトラックに衝突して1両目と2両目が脱線して駅のホームに衝突したという、はい、ものすごいことになりました。電車は衝突後脱線したまま100メートル以上走行し、新井駅のホームに先頭車両の左側が乗り上げて停止。運転手は、壊れた車体と運転席に挟まれる形で負傷したということです。スピードを出している状態でホームに乗り上げたらと思うとゾッとします。重傷と言われた特急の運転手も命に別状はないと聞きます。犠牲者が出なかったことが不幸中の幸いだったとしか言いようがない事故だったと思います。山宅木材用意所さんは京都の方からいただいておりますけれども、はい、まあこちらね、12日の午後3時50分頃のことであるということですね。これもさっきの高砂市、もうちょっと詳しく言うと新井伊保駅間の、まあ、進行前踏切、はい、神戸港成功のね、はい、あたりの踏切でありまして、遮断機と警報機付きの踏切です。で、山陽姫路発、阪神梅田行きの、直通特急6両と、はい、トラックが衝突したということでありました。現場はね、高砂市役所の南東約800メートル、踏切の先の信号が赤になっていたため、トラックが踏切内に後部を残した状態で立ち往生していたところ、特急が来たらしいと。こういう、わかりますよね。あの、踏切があって、トラックがまあ一旦停車して止まります。その渡る向こうが信号があるわけですよ。はい、で、信号が青になったらそこずーっと渡った車が向こうに行ってしまうんでしょうけども、信号待ちでずーっと、踏切の向こうの信号までの道路に車が全部止まってる。詰まってた。はい。はい、そこにずーっと行こうと思っても、前に車が赤信号で止まってますから。交通法上ではそういう場合っていうのは踏切に進入せずに待っていなきゃいけないんですよね。もちろんですよ。だけどそこをもう行っちゃったと。はい。で、立ち往生になっちゃったと。そういえば以前、嵯峨野線に乗っていた時、踏切に不具合が生じた模様で一旦停止しますということが二度ありました。嵯峨野線も、あんたこれ何やら路面電車みたいなとこありますからね、あそこ。はい、道路のとこずっと通ってきますから、はい、本当にこの、今回はそういう、どういう状態だったかわかりませんが、ああいうマナーの悪さは関西特有のもんでしょうかと、まあ、京都の人が言っておりますけども、どうなんでしょうかね。そして、大阪の、この関西からたくさん来てますよ、このテーマはね。大阪の山猫亭です。事故がありました。トラックが空きスペースがないのに急いでいたのか、突っ込んでしまったのが原因のようです。うっかり突っ込んでしまったら事故が起きるのを防ぐのが一番ですので、踏切の警報器の非常ボタンを押しましょう。そして、鉄道会社の電話番号が、非常通報先として書かれておりますので、踏切の名前を確かめて電話をしましょう。繰り返しますが、事故を防ぐのが大事です。今日もリスナーの皆さんが無事でありますようにということで、はい、大阪からこういうふうにいただいておりますね。身近なね、路線でこういう事故があると本当にちょっとこうびっくりというかね、急にその自分の人生生活の中にね、あるこういうことが起こってくるんだっていうリアル感がありますもんね。京都は左京区からの、今日北摂で聞いてますさんからも、やっぱりそういうことでね。まあ、急いですぐ先の信号がもうすぐ青になるという思い込みで、強引に踏切に突っ込んだと。ところがずーっと赤のまんまや。はい。でもその向こうからカン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 、向こうからゴーカタカタン、カタカタンや。恐ろしい話やな。で、踏切には必ず非常のそういうようなボタンってありますけど、さっきのね、リスナーさんのお便りにもありましたけど、あれも反応してなかったとか、押さなかったんですかね、だから、さっきの見込みですから、これが向こうがパッと赤になってくれたら、ギリギリでもいいから、わー、青になった、前と動き出した、ずーっと動いた後に、
ガタガタンと思うと、電車が通って、通り過ぎれば、何でもないことですからね。まあでも、そんなな、リスキーな運転しなくてもいいのにって思いますけど、ね、急いでたりすると、心の余裕がないと、そういうふうなシーンになるのかな。そういうこと、ラジオ大捜査も、だろう、運転はいけませんね、という、それからこちら、岡本マヨネーズさん、鉄則ですね、車で踏切を渡るとき、踏切の向こう側に自分の車が入るスペースがあくまで絶対に渡ってはいけない。これ鉄則。それからアニマル浜口さんからもね、これもうね、あそこはね、進行前の駅近くやから普段からトラック多いよな。ほんでもって電車はね、特急で特にスピード出す区間やからと。長浜の人、関西の人は偉い。でもね、ほとんど関西の人は、今回踏切でのこの事故だから、こういう大きな事故になりましたけれども、結構、車の運転、道路の交差点なんかで、こう、ほら、信号を青でずっと行ったんだけど、交差点の中で、こういう同じ状況ですよね。前が詰まっちゃって、で、交差点の中で止まっちゃって、で、前は、なかなかこう、詰まらないまま、信号は変わっちゃったもんだから、クラクション鳴らされてる車ってよくありますよ。ありますし、僕らでも、これは人のことはちょっと言え、皆さんも経験ないでしょうかね。交差点で右折しようとすると。まあ、右折、対向車がずっと、来るまでは、いわゆる直近のところで中央で待ちますよね、交差点のね。あ、車来んようになった。渡ろうと思って、そこしか見てなくて、言ったら、歩行者ずーっと通っててですね、あ、あかんわいって、歩行者はもちろんこうやって、ね、待つということを、あ、塞いでしまったということで、今度向こうから直進車バーッと来てですね、バッバーやわ。まあ、事故にはなりませんけども、えらい迷惑かけて、あかん。これは直進車が来ないことと向こうで、ちゃんと横断歩道を渡ってる歩行者がいないという、この二つ確かめずに、こう右折してしまってと。だから今回これでね、いかがなって言ってますけど、割と街でそういう道路上でも見かける、同じ理論ですから、やっぱり気をつけないといけないなと。その先のことをきちんと見ずに運転してしまうこと。これは大なり小なりみんなありますので、ぜひこれからはね、気をつけていただきたいと思います。